はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エリティブロケです。はい、これ何かわかりますか？アンドロイドです。アンドロイドくん、ちょっと名前が、キャラクターの名前わかんないけど、アンドロイドくんかな。カリフォルニアの、まあ、有名な、ね、シリコンバレーっていうところに今車で来たんだけど、まずはね、Google の本社やってきました。残念ながら今日は日曜日だから誰もいない。 Google の本社はね、外から見れるから、ちょっと今日はブラブラっと Google の本社歩いていきたいと思います。今ね、ビジターセンターの前にはね、こういうなんかマスコット的なやつがいっぱいいるんだよね。なんかお菓子とコラボしてる。例えばこれとかさ、オレオにアンドロイドくんの女の子バージョンがくっついて、名前がよくわかんないけど、あれとかクッキーモンスターでしょ。アンドロイドがアップデートされたら、携帯ね、携帯のバージョンアップがあったら、アンドロイドのバージョンアップになんかいつも名前がつく。で、Google はいつもお菓子の名前をつけてアップデートしてる。あ、そういうこと。で、それアルファベットの ABCDEFG みたいな順番で、いつもお菓子の名前がつくらしい。あ、そういうことか。ここにはキットカット、キットカットとアンドロイドくんのコラボだ。これもどっかのタイミングの Google のバージョンってことだよね。何やってんねん。マシュマロとアンドロイドくん。私はでかいマシュマロが欲しい。おデブモンスターだね。マシュマロとアンドロイドくん。マシュマロとおデブモンスター。ちょっと本社の方行こうか。グーグルー、やっぱグーグルは違うわ。そんな、行こう。誰もいない。今この見えてるのがね、グーグルのキャンパス。まあ平日だったらいっぱいグーグルの社員がいるんだろうけど、今休日ってことでね、社員さんは誰もいなくて、今多分映ってるのはみんな僕たちみたいなね、観光客です。あの自転車めちゃめちゃ有名なやつじゃん。グーグルのカラーの自転車。開放感めっちゃあることない？え、こんな会社で働きたいわ。でも天才しか入れないよ。ということで無理ですね。無理です。僕らみたいな凡人は無理でございます。はい、で、これが Google 自転車。可愛くない？なんか子供自転車。で、今気づいたんだけど、この自転車さ、ブレーキが1個しかないよね。後ろのブレーキがあるよ。後ろのブレーキ？何？後ろのブレーキって。足で後ろにしたらブレーキする。本当だ。後ろに回んない。あ、そういうことか。後ろにこうガッてやったらブレーキになるんだ。そう。さすが Google。クリエイティビティ。そうよ。え？海外では当たり前？当たり前だよ。Google の社員になったらこんな風に会社出勤できるんでしょ？ Good morning って感じでしょ？おお、恐竜の化石。あとバレーボールやってるね。ビーチバレーやってる。すごくない？そう考えるとさ、会社のさ敷地内にビーチバレーボールがあるんだよ。もうわけわかんない。やっぱ海外の企業はそうなんかな。なんかなんていうの、リラックスも大事だから、仕事の合間にこういう風にリラックスで運動して、またクリエイティブな頭に戻して、効率よく働くっていう。めちゃめちゃいいね。それは気づいてないのが、日本人はもう詰め込み式でめちゃめちゃ残業して働いて、もう効率悪くても時間勝負みたいなね。全然違うわ考え方が。てかね、めちゃめちゃ広い。今これまだちょっとしか自転車乗ってきてないけど、奥全然見えないし、あの建物全部見えてるの全部 Google の建物だよ。なんか大学のキャンパスみたいだね。大きな大学のキャンパスみたいな感じになってる。でね、この本社のキャンパス内にめちゃめちゃくつろぎスペースがいっぱいある。ここのね、テラスになってるところもそうだし、こっちもなんかね、おしゃれな椅子みたいなのが置いてあって、まあ、日光浴しながら、休憩しながら、ちょっとクリエイティブなこと考えながらみたいな。すごいよ、ほんと。もう開放感しかない、この会社。
ちなみにね、ここの Google のキャンパス内でご飯食べるときは全部無料だって。嘘。食べ物も飲み物もカフェテリアとかで食べたら社員証ピッてやったら全部無料らしい。すごくない？すごいよね。まあ、でも日本でも多分あると思う。楽天とかは多分。私は Google に入らなきゃいけないよ。すごくない？でもそのシステム、はい、本当にね、社員がいかに快適に働けるかっていうのを考え抜いて、さすがね、世界ナンバーワン企業 Google でしたよ。はい、ということでね、この動画が面白かったっていう人はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。でね、明日からはね、レンタカーで予選見て国立公園の方に行くから、じゃあ楽しみにしてる。なのでね、次の動画も要チェックしてください。ということで、また会いましょう。バイバイ。車を止めてヨセミテホールってところまで歩いて向かってます。見て松ぼっくりのデカさ、レナに比べた時の木の大きさ、すごくない？この後ろ、これこれこれ、めちゃめちゃ綺麗。